はいどうも、J2 沼チャンネルのつっつんです。ということで、猛追清水5試合20得点 J2 の火薬庫となっております。この清水エスパルス、いや来ましたね。秋葉監督になってから、いやガラッと変わりました。まあもともとね、これぐらい点を取る、これぐらいはでもさすがに言い過ぎかもね知れませんが、ただね、やっぱりこんだけ点が取れたりとかね、調子が上がってくる、そんな気配っていうのは、まあデータではね前から言っている通りありましたというところ。なんで最後のところね、こんなにデータが優秀で最後のところだけね決めきんないのかなって言いながら、リカルド監督は去っていったんですけどもね。だから本当こういう雰囲気はあったんだけれども、やっぱりね環境、監督が変わればね、こんだけね、しっかり結果が残せると、まあ、いうところなんで、この清水のこれまでの、戦い方と、まあ、ちょっとこれまでのトータルした数字ですねの振り返りの方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらこれが今年の全試合の結果にはなってきますが、一応こんな感じですね。まあだから監督が変わったのが4月1日の甲府戦の後ということで、東京ヴェルディ戦からですね監督変わって、まあ2-1で勝利、ここからね次仙台戦引き分けるんですけれども、ここから一気にこう踏ん詰まりが解消されたかのように、ドバ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 ドですけどもね、得点が決まっている現状にはなってきます。まあ徳島戦で引き分けた以外はもう圧倒的な数字を残しているね清水エスパルスにはなってきます。このね、さっきも言いましたけれども、リカルド監督が就任している時もですけれどもね、数字として本当良かった。まあデータだけで見るとですけどもね、非常に良かった、うん、清水なんでね、まあある意味ねこの数字とかデータっていうのが結果に反映され始めたのかなっていうのを感じますが、本当直近5試合で20点ですもんね。3点2点1点9点、もうこのいわき戦の9っていう数字がちょっとあれなんですけどもね、ちょっとすごすぎるんですけれども、まあ5試合で、20点で、6試合で言うと26得点取ってるわけなんですね。これ一応まあ5試合中、分かりやすいところで線を引いているんですけども、まあ6試合まで戻るとね、直近6試合26得点ということなんでね、これはちょっとおったまびっくりという感じがしておりますけれどもね。で、しかもいわき戦のシュート成功率、今見たら 40.9 ってすごいですね。シュート2本打てば大体1本は入るみたいな、これは、ペースなんで、シュート成功率40。この数字は初めて見たな。ちょっとびっくりしておりますけどもね。はい。んで、次こちら。これが今の清水の数字ですね。やっぱデータがね、それはね、もうほんと首位にいるようなチームの、数字が並んでますもんね。シュートの本数も1位ですし、で、まあ、チャンス構築率もまあ1位なんでね、しっかりチャンスを作って、シュートまで持っていくことができているというのが清水の現状には。になってきます。で、1試合平均得点数もまあ2点、まあ2点取ればそりゃあねというところで、これもしかしたらですけどもね、昨日のゲームの、この藤枝戦ですね、おとといのゼロの藤枝戦の 5-0 の試合のデータがまだ反映されていない可能性もまあありますんで、これ最終更新日がちょっといつかわかんないんですけど、もしかしたらこうもうちょっとこの数字が良くなる可能性も、あるんじゃないかっていうところ、藤枝戦の前の可能性もあるんですけども、しかしまあこれ藤枝戦が反映されればね、もっといい数字が並ぶということ、これ以上悪くなることはないんじゃないかって感じで見ておりますけどもね。で、ディフェンス面も見ていってもですけども、ね、非チャンス構築率も、2位であってとか、ね、非シュート数も2位なんで、もうやっぱこれね、相手にチャンスを作らせることも、ないし、チャンスを作らせることがないから、そもそもシュートを、打たれる機会っていうのは少ないと、ね、いうところ、結果としても非ゴール数が1試合平均 0.8 点なんでね、というところですよね。本当素晴らしい数字を、残している清水にはね、なっていきますよね。で、非シュート成功率も、7位なんで、この辺の数字としては、ね、だいぶ改善された感じがしますよね。はい。で、次こちら。これが、清水の90分間換算の平均スタッツには、なってきますが、まあ、1試合平均の得点数が、まあ、さっき言った、ね、2得点、まあ、リーグ1位ですよね。で、シュート数も1位、そして枠内シュートが6本ってこれ驚異的ですよね。まあ、本当放ったシュートが、枠内に飛んでくんで、ね、これゴールキーパーの相手のゴールキーパーから、したらですけれどもね、脅威と、ね、いうところで、PK によるシュートっていうか、だから、あんま PK のシーンって少ないんですかね、清水はですけれどもね。
得点パターン PK1 回か、あ PK 今年1回しかないのにこんなに点取ってるのかすごいな、それはそれでまたすごいなっていう感じがまあ、しますけどもね。でパスの本数も、2位でクロスの本数も1位、この辺もんってねしっかり足元つなぐことも、できるし最後ねクロスで仕留めることもできるっていう、分かりやすい数字が並んでおりますね。であったもドリブルの本数がまあ9位なんですけれども、この辺はだいぶ数字今後変わってくる可能性が高いですよね。やっぱりこうね、リカルド監督の時ってね両サイドハーフにそれっぽくない選手が、何人かいたんで、ちょっとこの辺の数字っていうのは今ほんと適任者カルリオス・ジュニオ選手とかね、中山選手とかウィングタイプの選手がちゃんと使われていますんで、この辺はだいぶ変化が、あるんじゃなかろうかっていうのはありますよね。で、クリアの本数も22、まあ、この辺に関してはしっかり後ろからつないでいくチームっていう、まあ、データの一つですね、簡単にクリアは、しないというところで、タックルの本数が17位ではあるんですけどもね、まあ、そもそもこうね相手がボール持つ時間帯っていうのは少ないからこの本数なのかなっていうのは、感じます。で 30m ライン進入回数も1位、まあ要はねファイナルサードのところですね、ファイナルサードのところ進入することができていて、そのままねエリア内まで進入することができているんで、まあそれはそうだろうっていう数字ですよね。これねほんと5位かな今清水ねの数字じゃない、ほんと1位のチームの数字であるかなっていうのを感じます。でボール保持率も 58.4%、 まあ 60% 近い保持率を誇っていますんで、どうやったらこの清水から点取るかですね。もう清水はボール持つしね、ほんと数少ないねこれは、シュートシーンを決め切ることができるかどうか、まあやっぱ秋葉監督って、ね、ザ攻撃的サッカーの監督ですもんね。水戸時代20年か21年はね確か水戸が秋葉監督が率いていた水戸というのは確か、ね、リーグ最多得点&最多失点みたいな、ね、チームだったんですけれどもね、まあ、本当ねこれ攻撃的なチームを、作るには定評がある秋葉監督なんで、まあ清水の現有戦力で考えると、まあ、見事マッチした、ね、メンバーが、揃ってる監督がやりたいサッカーっていうのは現状できているんじゃないかっていうのはやっぱ、ね、感じることが、できていますけどもね。でこれが、最新説の順位表には、なってきますが、まあ、15試合、終えた時点での数字、まあ、気づけば清水も5位と、いうことでも得点力が圧倒的すぎるし、まあ、得失点差も、ね、22あるんで、まあ、実質、ね、なんていうんですか、まあ、0.5 ポイント、清水が他のクラブよりも有利に立ってる、まあ、得失点差ってそういう考え方になりますからね。どうしても並んだ時にはね得失点差が有利になるんで、ってことでまあ 0.5 ポイント他のクラブよりも、まあ、上にいるっていう考え方ができるこの得失点差の考え方には、なってきますが、どうしたもんかね。これね別に失点がね最近多いわけでも、ないし、そもそもね失点が最初から多かったチームでも、ないんで困ったもんだなっていうのは感じているわけなんですけどもね。いや本当後ろからまくってきたなね。長崎も連敗で、ベルディも前回負けていて、大分も引き分けているんですよね。ってことで一気に縮まった感じが、します。まあ本当ね、あんなに調子が悪かったチームでも、やっぱりちょっと環境とか監督変わればね、何か変化起きるんだなっていうのは、感じる今日この頃でございますが、本当一気にね、上との差が縮まりました。2位、3位、4というのは全、今節勝てていないんでね、っていうのがありますんで、まあ清水どこまで上がることが、できるかどうか、近いうち確かゼルビア戦があったと思うんですよね。首位ゼルビアとのゲームも、だんだん近づいてきていますんで、ここでどういうゲームをするかどうかですね。まあ、J2 最高のね、オフェンスを誇る清水と、まあ、鉄壁の、守備を誇るゼルビア、なかなか面白いゲームが、見れるんじゃないか。しかしね、この清水のね、オフェンス、この攻撃的なっていうところを、ゼルビア、さすがに90分間、耐えることができるかっていうと割と難しいんじゃないか。やっぱりどんなにこうね、固い盾であってもうずっと戦われると壊れてしまうっていうのがありますんでね、そこをゼルビアが耐えながらね、こう盾が壊れる前に得点を決め切ることができるかどうかっていうのが、まあ、ゼルビア戦はちょっと注目点にはなってきますけどもね。でその上にも長崎、ベルディ、大分、まあ、これプレーオフ争いっていうところまで見ていくとですけれどもね、まだまだわかんというところ、まあ本当ね25か勝ち点25が現状プレーオフまでの争いっていうところなんで、25から下の方まで見ていくと、まあ14位か14位の金沢までが5ポイント差かな、違う6ポイントか6ポイント差なんで、まあ2試合でなんとか、この数字25は追いつけると、まあ、いうところ、もちろん他の会場との結果の、兼ねもあるんで、単純に金沢までがこう連勝すれば一気に6位までっていうのはありえないんですけども、しかしまあそれぐらいね、まあ可能性があるのは現状金沢ぐらいまででかなっていうのが、まあ、プレーオフ争いの現状ですよね。でその上優勝争いとか見ていくとゼルビアが抜け出した感じ、まあ、ゼルビア1回負けてもですけれどもね、まだ首位にいることが
できるんで、で2位と大分と3位のヴェルディとの試合も終わってますし、2位と3位やっぱね連勝した、連勝じゃねえや、2位と3位のチームに勝っているっていうのはゼルビアね、そんだけ強い中正面にもなってきますんでね、これがだから2位と3位とかね、上の方のチームには負けるけど下のチームにしっかり、勝っていくみたいなチームってたまに、あるんですけれどもね、しかしまあゼルビアの場合は上のチームにも、下のチームにもしっかり勝っているんで、ちょっとゼルビアの天下っていうのは続くかもしれませんし、そこに清水がねどういう風に挑んでいくかっていうところ、ちょっとこれは注目点として見ていこうと思ってますけどもね、はい。というのが以上になりますね。以上パラプンテ J2 沼チャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら。喜ぶよ。